皆さん、こんにちは。ギタリストとして活躍する野村義男さんは、若い頃ジャニーズアイドルだったことでも有名ですが、現在は激痩せしたと話題になっています。今回は野村義男さんのこれまでの活躍と現在の様子について見ていきたいと思います。野村義男さんは、1964年10月26日生まれ、東京都中野区の出身です。愛称は、よっちゃんです。実家がバイク屋さんだったという野村義男さんは、姉の影響で小学5年生からフォークギターを始めて、今はプロのギタリストとして活動しています。ちなみに、中学生の時に好きになった女の子がチャーさんのファンだったことからエレキギターに興味を持ったそうです。子供の頃、代々木公園でゴーカートに乗っているところを、たまたま居合わせたジャニー北川さんにスカウトされたという逸話があります。それがきっかけとなり、12歳でジャニーズ事務所に入所しました。その後、ジャニーズ少年団というグループを結成し、小さなスーパーマンガンバロンというバロンシリーズの一つで、特撮番組の主題歌を担当しました。そして、デビューから2年経った1979年に、3年 B 組金八先生に出演すると大ブレイクを果たし、待たせてソーリーでソロ歌手デビューするなど人気を集めていきました。いくつかの条件を出して歌手デビューを承諾しましたが、その条件の一つがバンド形式でのデビューだったと言われています。その後、トリオでバンドグループ、ザ・グッド・バイを結成し、ザ・トップ10などのランキング番組やランキングラジオなどでは必ずランクインするほどの大人気歌手となりました。26歳の頃、ジャニーズ事務所からジャニーズ出版に移籍。その後、現在のコンポジラに所属するようになりました。そして現在は、バンドやプロデューサーなどの活動で活躍しています。代々木公園でジャニー北川さんに英語でスカウトされたという、すごいオーラを持ち合わせていた野村義男さん。ジャニーズ事務所に所属していた時は、タノキントリオとしてまず、有名になりました。そして、ジャニーズ事務所に入所した翌年には、3年 B 組金八先生に出演し、たちまち大ブレイクしました。ジャニー北川さんが直々にスカウトしたというだけあって、とにかく売れる素質を持っていた子役だったのでしょう。この金八先生での野村義男さんをはじめ、田原俊彦さん、近藤真彦さんの活躍により、いまいちパッとしない事務所だったジャニーズ事務所が軌道に乗った要因の一つとも言われているほどです。俳優として順調にキャリアを積んでいた野村義男さんでしたが、1983年からザ・グッド・バイを結成させて、バンドグループの一員としての活動もスタートしたのは、前述の通りです。これは、野村義男さんをアイドル歌手として大成させようという、ジャニー北川さんの計画のもと作られたバンドだったといいます。しかし、野村義男さんは本来ギタリスト志望だったため、最初にこの話をジャニー北川さんに持ちかけられた時は、断ったのだそうです。しかし、ジャニー北川さんが食い下がるため、自分がメインボーカルじゃないグループにするなど、条件を提示したところ、快諾してもらうことができ結成に至ります。そして、そのバンドが解散した後、26歳の時にジャニーズ事務所を退所してギタリストの道を歩む決心をしました。最近は、SMAP のメンバーがジャニーズ事務所を紆余曲折あり、退社したことで話題となりました。SMAP よりもはるかに先輩である野村義男さんは、ジャニーズ事務所を円満退社して、自分がやりたい音楽の道を進んでいました。ジャニーズ事務所を退所する際、中庭トラブルとなり仕事を干されてしまう人もいます。そんな厳しい芸能界の中で、なぜ野村義男さんは干されずに活躍し続けていられたのでしょうか。その理由は、野村義男さんがジャニーズ事務所側の顔を立てることが上手だったからといえます。ザ・グッド・バイが解散したことをきっかけに事務所を退所した後、同じジャニーズ事務所系列のジャニーズ出版に移籍します。そして、このジャニーズ出版でしっかり働いてから、現在の事務所コンポジラに所属することとなったのです。ジャニー北川さんは野村義男さんをアイドルに育てようと考えていましたが、もともとアーティスト志望だった野村義男さんは退所のタイミングを狙っていたのかもしれません。しかし、トラブルを起こさないタイミングを見極め、ジャニーズ系列で働くことでしっかり恩返しをしたことで、後の芸能活動に支障をきたさない形での退所を可能にしたのでしょう。一方で、SMAP のように少々の遺恨を残して解散するケースも一つです。
近年のジャニーズ事務所所属のグループが解散したり休止したり、はたまた個人で退所したりするケースは、SMAPの解散が一つの引き金になっているのではないかと思われます。素直な感情として、アイドルで居続けなくてもいいんだという、ある種解放に似た感情が一つあるのではないかと思われます。アイドルとして縛られた生活をするよりは、個人の願いを達成するために新たな一歩を踏み出すといったケースが多いように感じます。そういった意味で言うと、野村義男さんが最初にそれを体現した人物であると言っても過言ではありません。さて、野村義男さんは現在とても痩せてしまっています。ジャニーズ事務所を退所後、一時期は激太りをした野村義男さんですが、その後もふっくらとした印象が強かったのを覚えている人も多いことでしょう。以前はがっしりした体つきが印象的だった野村義男さんに何があったのでしょうか。激痩せした理由には2つの噂があります。1つ目は、薬物で痩せてしまったのではないかという噂が出回っています。しかし、これは完全に誤りです。交友のあった女性がアスカさんと一緒に薬物の違法所持で捕まったため、野村義男さんも薬物をやっていたのではという憶測が一時流れました。野村義男さんにしてみれば、とんだとばっちりということになります。ただ薬物で痩せたわけではないので、真相を知ったファンは一安心したことでしょう。2つ目は、ある時に受けた健康診断で気になる数値があったため、ダイエットして今の体型になったという説です。激痩せすると、家族内トラブルや仕事の不調から来るストレスの場合もありますが、自分の意思でダイエットを始めて痩せたのならば、それはとても良いことです。太りすぎは糖尿病のリスクもありますし、老後のことも考えて健康には気を使うべき年齢に来ているので、ダイエットは良い選択だったと言えるでしょう。野村義男さんはデビューしたのが12歳の頃なので、30年以上の芸歴を持っていることになります。長い間芸能活動をしているので、その間に結婚して子供も生まれています。野坂夏実さんという女性が野村義男さんの奥様です。セクシー女優の出身で、飯島愛さんと肩を並べるほどの人気女優だったと言われています。1995年に結婚し、2007年には子供も生まれています。野坂夏実さんとの間には娘さんが2人います。バリバリのアイドルだった時代からは一転して、現在はギタリストとして大成しています。ジャニーズ退所後も活躍する希少な存在として注目されています。野村義男さんが1998年のデビュー当初からバックバンドを担当しているのが浜崎あゆみさんです。当初、野村義男さんはテレビ出演の時だけバックバンドを担当していたそうですが、1999年からはライブでも担当するようになったそうです。浜崎あゆみさんのコンサートでギターを担当するほど、プロのギタリストと活躍する野村義男さん。浜崎あゆみさんが野村義男さんを信頼している証拠と言えます。若い頃からギタリストになることを夢見ていた野村義男さん。夢を実現した野村義男さんが、タノキントリオ最大の成功者と言えるかもしれません。気になるギターの腕前ですが、野村義男さんのギターの腕前は超一流と言われています。その証拠に、一度共演すると再度の共演を望まれることが多いそうです。今では所有するギターが300本を優に超え、野村義男の思わず検索したくなるギターコレクションという書籍も出版するなど、何よりもギターを愛する野村義男さん。ギターを弾こう、空気を弾くなと語るなど、エアギター撲滅委員会の委員長を自称しています。ギターを愛するがあまりにエアギターを受け入れられないのでしょう。そんな野村義男さんの年収はどれくらいなのでしょうか。ソロ活動やバンド活動、有名アーティストのサポートをしていて、なおかつ個人事務所に所属しているので、年収は数千万円にもなると言われています。野村義男さんは作詞作曲もされていますので、その印税も年収に含まれますし、バックバンドに参加したり、プロデュース業での収入も年収に加算されます。また書籍も出版されていますので、その印税も含まれるということになるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は野村義男さんのこれまでの経歴や現在の様子について深掘りしてきました。野村義男さんはジャニーズ事務所を退所後に成功した数少ない人物だとも言われています。野村義男さんが50代になって一度だけジャニー喜多川さんに会ったそうです。すると必ずお決まりのギャグから入るそうです。
ユー誰だっけ？ジャニー北川さんから話しかけてきているのに、必ずそのように声をかけてくるのだそうです。ほんと、やめてと言うと、普通に話し始めるのだと言います。そういう気持ちで人に接したら、楽しいだろうなという見本を示してくれた人物だったと語っています。ジャニーズ事務所を辞めて、最初に来た話がマッチのコンサートだったそうです。辞めて1年もしないうちに、ジャニーズ事務所と仕事しました。そんなことって、普通はないでしょと語るように、ジャニー北川さんにとって野村義雄さんは、才能を認める人物の一人だったのでしょう。現在の野村義雄さんはギタリストや音楽プロデューサーとして幅広く活躍しているそうです。今後の野村義雄さんの活動にも注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。